では自宅のどんな場所に神様が住みやすいのか、今日は家編として7つ、持ち物編として5つお伝えしたいと思います。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。みんなもね、日頃神社に参拝して浄化したりして運気を上げることを意識していると思うんですけど、神社に行かなくても神様にご挨拶できるし、運気を上げることはできます。なぜなら私たちの自宅に神様が住んでいるからなんです。つまりは神様と同居しているわけなんですね。その中でも神様が住まう場所があります。そういうエリアをきれいにしたり浄化することを意識すると、来年の運気を上昇させていくことができるんです。波動がきれいな場所だったら幸運の神様が住み着いてくれるからなんですね。逆に神様が住みやすい場所がきれいになっていなかったり、掃除が行き届いていない、なんか空気がよどんでいる、暗い印象になっていたら運気を上げてくれる神様ではなく貧乏神が住み着いてしまうんです。だからこそ神様が住みやすい場所は常に浄化することが大切なんです。年末までに浄化できると来年以降も神様が住み着いてくれて運気を上げるお手伝いをしてくれます。では自宅のどんな場所に神様が住みやすいのか、今日は家編として7つ、持ち物編として5つお伝えしたいと思います。まずは家編。自宅のどんな場所に神様が住みやすいと思うかな。多分普段からこのチャンネルを見てくださってる方なら金アップ装置の場所を思い返すと想像できるかなと思いますけれども、神様が住みやすい場所の一つ目はトイレです。トイレでも特にトイレの床に神様がいるんですね。トイレの床に神様がいるってイメージしづらい方は、神様がトイレの床に座っているとイメージしてみてください。神様が座っているその床、隅々まで綺麗かな。見える場所だけじゃなく、トイレタンクの裏側まで綺麗になっているかな。トイレの床はできたら毎日掃除するようにしましょう。一見汚れていなくても浄化という視点からしたら毎日綺麗にすることがポイント。家の中でも特に浄化することを心がけてみてくださいね。そして神様が住みやすい場所、家編の2つ目は靴箱です。玄関は神様をお迎えする場所なので玄関もきれいにしておくといいんですけれども、中でも靴箱は家に入ってきた神様が住み着く場所なんですね。靴箱に扉があって、普段は閉めているからといって中の整理怠っていないかな。靴箱の中の靴をちゃんと揃えておきましょう。時々靴箱の扉を開いて換気したり、湿気がたまらないように工夫をしてみてください。靴箱の上にスペースがあるタイプのお家は靴箱の上に物をごちゃごちゃ置かないようにも意識しましょう。鍵とかハンコとかね、必要最低限のものだけをきれいな入れ物に入れておいたり、いい香りのする雑貨とかディフューザー、あとお花を置くのもいいですね。あとは靴箱の上に盛り塩を置くのもいいと思います。神様をお迎えしてそのまま住み着いてもらえるように玄関の靴箱はきれいに浄化してみてください。そして神様が住みやすい場所の3つ目はキッチンです。キッチンでも特に火の近くを意識しましょう。水回りにも神様は住んでいますが、家の中は水と火のバランスがいいことって大事なんですね。水だけが強いと陰陽でいう陰のエネルギーが強くて、しかも水なので運気が流れてしまうこともあるんです。だから燃える陽のエネルギーである火も大事。キッチンの火の周り、ごちゃごちゃしていないかな。使いやすいようにいつでも整理されているかな。油などがこびりついていないかな。ここにも神様がいると意識しながら火の周りを浄化するようにしてみてください。そして神様が住みやすい場所の4つ目はダイニングテーブルです。家族が集まって食事をするエリアですよね。ここでは神様も一緒に食事に参加しています。食事をする場所なので家族の健康に直結するエリアでもあるんです。そのダイニングテーブルの上にごちゃごちゃと物を置いていないかな。食事に関係ないものを置いていないかな。お客様と一緒にテーブルを囲む時をイメージしながら掃除するようにしましょう。そして神様が住みやすい場所の5つ目は
ソファーです。リビングルームのソファー周りでは神様も一緒にくつろいでいます。そのエリアが汚れていたら、物で溢れていたり、くつろげないようであれば、神様は居心地が悪くて逃げていってしまいます。それにソファーは一家団らんの象徴でもあるので、笑いや笑顔の神様の場所なんですね。笑顔で過ごせるような明るくて温かい波動のエリアになるように、掃除をしたり、ソファー周りに好きな香りを置いたりして浄化するようにしてみてください。そして神様が住みやすい場所の6つ目は、洗濯機の周りです。意外と盲点なんですけど、洗濯機の周りの床も含めて綺麗になっているかな。洗濯機はもともと衣類をきれいに浄化するものなので、綺麗好きな神様は洗濯機の周りにもいます。もちろん洗濯機自体もピカピカな状態にしておくと浄化の力は強まりますし、洗濯機を置いているエリアもクリーンな波動の状態にしましょう。なるべく白い色のものを多く置いたり、観葉植物を近くに置くのもおすすめです。そして神様が住みやすい場所の7つ目は、洗面台のシンクの下です。ここは貧乏神が住みつきやすいですね。暗い、湿気が溜まってジメジメしやすい、物がぎゅうぎゅうになりがちですよね。そういう場所は貧乏神が好んで住みついてしまうんです。なので物を片付けて適度に換気して、貧乏神が寄りつかないように意識しましょう。さて、ここからは神様が住みやすい持ち物編を5つ紹介します。まず1つ目はお財布です。お財布は金運を司る神様も、その逆に貧乏神も住みつきやすい場所です。だからこそ常に浄化をしておくことがとっても大事です。お財布にレシートとか領収書を入れたままにしていないかな。小銭でパンパンになっていないかな。お札入れの中はお札の種類がごちゃ混ぜになっていないかな。ヨレヨレのお札は入っていないかな。お札を入れるエリアは神様が常にいてくれる場所なので、特に綺麗にしておきましょう。いつでも新札を入れておくと、ここは居心地がいいなと神様に感じてもらえます。あとは薄いお守りとか少量の塩を小さい袋に入れてお財布に入れておくのも浄化になります。あとは種銭というお金の種になるお札を入れておくのもいいですね。それはよくお伝えしていますけど、1万円札のところに番号がありますが、末尾 5XYZ、9XYZ のお札、特に 9Z は最強のお札なので、入れておくと増えていきますからね。そして神様が住みやすい持ち物の2つ目はバッグです。外から帰ってきてバッグの中身そのままにしていないかな。バッグの中にも神様はいます。しかも外から一緒に家に帰ってきてくれているわけなので、もしバッグの中身を出さずにそのまま放置していたら、神様は窮屈に感じてしまいます。なので外から帰ってきたらバッグの中身を出して片付けるのを習慣にしましょう。慣れちゃえば面倒くさいと思わなくなりますからね。そして神様が住みやすい持ち物の3つ目はアクセサリーです。キラキラしたアクセサリーは神様のお気に入り。特に金を司る神様はアクセサリーが大好きなんですね。そのアクセサリーが汚れていたり錆びていたら、その辺にポンと置いていたりしたら、金運の神様はそっぽ向いて代わりに貧乏神が来てしまいます。なので普段使っているアクセサリーはもちろん、家に保管しているアクセサリーの状態もチェックして、もし天然石のアクセサリーなら浄化するようにしてくださいね。そして神様が住みやすい持ち物の4つ目は衣類です。衣類はエネルギーを吸収する性質があるので、できたらこまめに洗濯して浄化することが大切なんです。というのも、外で貧乏神や不幸神を拾ってしまって、そのまま衣類にくっつけたまま帰宅して家に入れてしまうからなんです。冬のコート類はなかなか洗濯するのは難しいと思うので、玄関先で浄化するように意識しましょう。パッパと手でね、ほこりを払うようにエネルギーを払ったり、浄化グッズを使うのもいいです。そして神様が住みやすい持ち物の5つ目はデバイスです。私たちは今ね、神社仏閣に行って写真を撮ったり、パワースポットの写真をスマホの待ち受けやパソコンの中にデータとして、
大体の方が入ってるんじゃないかなと思うんですね。それだけでもその神社仏閣のパワースポットのエネルギー、神様のパワーが入っているんですよ。だからこそ外側の浄化だけじゃなくて中身も整理するようにしましょうね。ネガティブな波動のメールやメッセージが残っていないかな？必要ないアプリでスペースがいっぱいになっていないかな？こういうものがあるだけでパワーダウンしていくんです。でもデータの整理は浄化と同じことなので、ぜひ今から整理するようにしてください。今日は自宅の神様が住みやすい場所として家編と持ち物編をお伝えしました。遅くても年末までには一つでもいいので浄化して、気持ちのいい波動で神様をお迎えして来年の運気を上げてね。今ここをちょうどやってるとか、ここやってなかったなとか、これからやってみるっていうのがあったら教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつもパワーもらってます。今日はこういうコメントを見つけたので省略してお伝えしたいと思います。先月の11月中にするといいことの動画にも断捨離があり、昨日の11月最終日に焦りながら、頭ではしなきゃしなきゃと思いながら一日が終わってしまい、ああまたできなかったと自己嫌悪に陥っておりました。しかし今日の動画を拝見して、12月も引き続き断捨離というキーワードが出て嬉しく感じました。これを見てまだ間に合うと思い、昼食後にすぐに行動に移そうと思います。ありがとうございます。素晴らしいですね、行動に移そうと思うの。大丈夫です、私もですから。できなくても自己嫌悪にならなくて大丈夫ですからね。できない人も多分たくさんいると思うんですけど、その都度ね、私はこうやって伝えていくので、そのできるタイミングでやればいいんです。私なんてそんなこと言ったらいつも自己嫌悪に陥らないといけなくなっちゃうぐらい、同じかそれ以上にできないこといっぱいあるんですよね。そうじゃなくても私は片付けが大の苦手としているので、のりこさんもそうなんだと思って安心してください。今からでも遅くないから、これからみんなでやろうね。じゃあね。